本日も宇宙メイトチャンネルへようこそ、ゆです。本日のテーマは自分の人生どっちに進んだらいいかわからない時についてです。で私たちはですねめちゃくちゃその選択の連続だと思うんですよね。例えばめちゃくちゃ体がしんどくてこのまま仕事を続けるのかそれとも仕事を辞めて転職するのかお昼は洋食にするか和食にするか。 今のの彼彼にするか別の彼にするか <laughs> みたいな感じでいろんな選択があると思うんですよね。であの例えば今日のランチぐらいだったらそんな悩まずに決めれると思うんですけどさっき言ったみたいに仕事をどうするかとか中には本当に家族がいた時にとかパートナーシップがうまくいかなかった時に離婚するかしないかとかいろいろあると思うんですよね。 で、この時にめちゃくちゃ大切なことをお伝えしたいなと思います。でこの時はだいたいその迷ってない時っていうのは結構自分の状態がいい時に A か B かって結構決めやすいんですけど迷う時ってどんな時かっていうと疲れてる時。 状況が複雑な時自分の周波数が下がっている時あとは思考が。 ぐるぐる回っているとき何度か上げられます他にもいろんな状況とかは挙げられたりするんですけどじゃあ、えー、と周波数で言うと低いのであの問題の周波数のところにいるんですよねだからこうドヨーンとしてるみたいな うわーどうしたらいいんだーみたいな感じのところに行く実はここの時に解決法って見つからないんですよ。じゃあこれはどうやったら解決するかっていうと周波数がこう上がって でここの状態でこうすっきりしてなんかこうウキウキしてたりとかリラックスなんか未来は明るいみたいなこの状態の時に解決法って見つかるんですよ。 と A と B 選ぶ時もしくはもっとあるかもしれないですけどその時にまず選ぶことよりもよりも自分の周波数を 整えることこっちの方がめちゃくちゃ大切なんですよ。ってなった時に仕事で目まぐるしく動いてる中で A と B を瞬時に選ばないといけないでも周波数はめちゃくちゃなんかもう混乱してるっていう時はどうするかっていうとここに一気に上がる方法は実は深呼吸なんですよねこの時って呼吸めちゃくちゃ浅くなってるんですよ。 なので、深呼吸をする。ゆっくり吸って吐いて吸って吐いてっていうのをこれって正直言うと数秒でできるじゃないですか。でもし可能であればちょっと目を閉じてゆっくり深呼吸し,呼吸して自分に集中することができれば なお良しなんですけどもしこの選択がすぐじゃなくていいんであればしっかり体を休めたりとか疲れてる時っていうのは体の周波数も落ちてるので体の周波数を戻すとかあとこの時ってめっちゃ複雑なんですよね問題が。ってなった時にここの複雑な状態よりも一回周波数上げるとめちゃくちゃシンプルに 見見ええるんですよ見え方が、えー、っとじゃあまずそのぐっしゃぐしゃになってたものが ABCDEF これの問題がありますこれになった時にまずはここから解決してじゃあここ12345ここで解決しようみたいな感じでここの周波数になったらめちゃくちゃシンプルになるんですよ。こっちは複雑。 こっちはシンプルじゃあ周波数を整えるためには何をするかっていうとまずあの体を整える体の疲れをとるんかゆっくりするあれもやらなきゃこれもやらなきゃそれもやらなきゃああれもできてないこれもできてないって思って。 頭がぐるぐるるる動いいてる時ってっ体の疲れ取れ取ないんですよねだから問題はあるし解決しないといけないことはあるけど一旦ちょっと仮眠を取ったりとか一回ゆっくり過ごしたりとかあとはあのまずはこの問題のことを忘れる。 例えば自然,を見たりとか自然がある方は木を眺めたりとか風を感じたりとかあとは水の音を聞いたりとか自分にとって心地いい音楽を聞いたりとか奮い立たせるっていうよりもちょっとこう穏やかになる方がおすすめではありますね。 もしこれが怒りだったら全然怒りの曲でもいいと思うんですけど心地いい音楽を聴いたりで一回周波数を変えることによってで問題を一回こうどんな状態かっていうと問題の周波数って余計いろんな複雑な問題をこう 連れてきたりすするんですよ余計ややこしくなるようなことあこれができないってことはあれもああなってこうなってそうなってそういえばあの人あんな時ああ言ったよねなんかムカつくみたいな感じでどん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 この負のスパイラルがぐる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 回っていくんですよ。ってなった時に一回ここシャットダウンして周波数を変える整えるゆっくり疲れを取って。 ちょっと一旦忘れて自然を見たり音楽を聴いたり深呼吸をしたりなんか大好きな飲み物とかを飲んだり好きなドラマを見たり好きな漫画を読んだりそうすることによって周波数が変わった後に次 A と B の問題を見てください。見え方全然違うんですよなのでこの時にあっ 本当だみたいな周波数変わったら「え全然これ問題じゃないじゃん」みたいな「えこっちこっち」みたいな「絶対こっちがいいに決まってる」っていうのが分かりやすくなったりするし「あ A と B しかないと思ったけどえ全然ここに選択肢えこっちがいいじゃん」っていうふうになったりあとびっくりするのが A と B どっちを選ぼうかなって思ってた時にたまたま友達と会った時に何か A のことを喋りだしたりとか。 っっててなたた時に世界が教えてくれたりすするんですよ例えばで言うと仕事を辞めようかな続けようかなって言った時にた,たまたま友達と会って「いや私ね仕事辞めようと思うんだ」ってでそしたらさ「めっちゃすっきりしたんよ」って新しく「新しい道を踏み出せそうでめっちゃワクワクする」とかっていう情報が入ってきたりもするんですよ。 それぐらいここの周波数になった時ってめちゃくちゃ簡単に物事が解決していくのでまずは選びたいものがあった時に周波数を整えてから選ぶっていうことがめちゃくちゃおすすめです。はいということであのこれもパラレルの一つなのであの正解というわけでは全然ないのでもし取り入れたいなって思った時に取り入れていただけたらと思います。 はい、ということで本日もご視聴ありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。